では続きましてグリスのプレゼンを行います。まず最初に他社メーカーさんのグリスです。こちらを先ほどと同じようにベアリングの外枠にしっかりと塗布しましょう。でニードルにもつけましょう。グリスというのはスポンジの中に油を染み込ませた存在はいきなりずっと押すと簡単に止まってしまいますので、油をスポンジから染み出させる行為をこの機械の場合は簡易的に行います。それで油がにじみ出ているはずです。他メーカーさんのグリスの状態を見てください。やはりオイルと一緒で30ニュートン前後で止まってしまいます。これが一般的なグリスです。続きましてこちらにクリクトルグリスを使ったらどういう状態になるかをご拝見ください。クリクトルグリスもですね、同じようにスポンジの中に油を染み込ませたような成分なんで若干叩かさせてもらいます。もうすでにこの状態で音から違います。私一人の力でおそらく止まらないので、また力を借ります。止まる前押してみてください。もう一回上げてって押し直してください。このような状態が演出されます。